さっきのやつじゃない？スターダストの。おい、あいつ。さっきホストクラブでユータを追い出しとったやつ。おい、ちびっちまっただろうが、お前があんなけをドンと押すからさ、ユータ。いやあ、結構ですね。あ、これがもともとの話。うまそうな匂いだ。純義？この店のはまた格別でしょ。あ、はい、純義。お楽しみのところ失礼します。私、あ、スターダストのオーナーです。あ、スターダストのオーナー、そうなん。と申しました。はあ、春日とカスって似てますよね。これが大元の方か、多分。聞けばそういうことだよね。せっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。でもなんかポッポッポッ、なんじゃこれ。これが焼肉言うて。つきましては、埋め合わせをさせていただけませんか。もう結構です。桐生一馬さん。ああ、やっぱ名前知られてる。先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが。綺麗な顔してるのに。本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。あ、でも願ったりかなったりか。随分強引な野郎だな。いやいや、情報聞きたくない。あんたとは初対面だが、私はあなたの熱烈なファンだったものですから。へえ、いけませんか。若い代になって逆に桐生ちゃんのファンとか。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。ほう、おお、そうじゃ。踊れるの店に達川ユンがおるじゃろうが、わしらはそいつに用があるんじゃ。達川いんのかな、まだ。なんであれ構いませんよ。では私の招待を受けていただけるということでよろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。元はこんなやつなんだ、ハン・ジュンギ。でもなんか割とハン・ジュンギそのまんまだな。すみません、網変えてください。さっきのあいつ